出しして、で取れた瞬間みたいなのもうなんか言いも言われるし、なんかお幸せが本当にそう、そのためにやってると言っても過言ではないっていう。見てって俺の美意識ばみたいな、まあ、ここまでいかなかった、まあ、これぐらいに。ナーバスカンバセーション、はい、私が大好きな曲。 ありがとうございます。これなんかバンドネオンのコンサートピースとしてなんか演奏されたらいいなって思うんですよ。バンドネオンの方が送るとコンサートするときにリサイタルみたいな。で、これもう完全にだってコンチェルトじゃないですか。そうですね、バンドネオンの、まあ、現代単語みたいなの好きでよく聞いてて、うんうんうん、でまあその現代単語ってもう、まあ、バンドネオン編成は単語なんだけど、うん、もう音楽は単語じゃないみたいな。そうなんですよね、そのプログレ化って。そうプログレ化あのまあブラジルなんかもプログレ化してるんですけど。そうですよね、あのミナサ派の、まあ、はいはいはい、ボサノバの系統ミナサ派なんか聞くと、あのガットギター使ってあのソフトな歌、まあ、歌ってるんだけど、はい、音楽の内容もいわゆる違いますよね、もうプログレみたいな、かなりそのエボリューションっていうか。そうですね、本当にそうですよね。それが結構南米とかではか、なぜかこう南米でアルゼンチンとかブラジルあたりで起こってるっていうか。南米ってそういうこと起こりやすくないですか、その音楽がどんどん進化していくみたいな。そうですね、やっぱり、うん、そうですね、そういう、うん、やっぱり歴史はありますよね。まあボサノボとかもね。そうですよね、うん、ジャズとこの、うん、いわゆるそうそう調度とかそういうことの学校混ざってます。でなんかその融合して新しいものになってさらにどんどんとどまらないっていうか。そうですね、そういうの、あ、日本ではあんまりないのかな。そうですね、日本はあんまりない。なんかもう、なんていうかそのカテゴリーをなんとなくこう守る。そうですね、形が多い。なんかこう例えばこう邦楽は邦楽の世界でこうね、うん、もちろんこうずっと伝統的にやってるんだけど、うん、そこがこうざわざわした世界と一緒になることがあんまり少ないっていうか。まあもちろんやってらっしゃる方もたくさんいるんですけど。そうそうそう、 いらっしゃるけど、うん、なんかその南米みたいなこう交わり方とはちょっと違いますもんね、うん、そうですね、そう。これでも本当にいい曲ですね。ありがとうございます。いいですね。さっき言ってたあの最後の駆け上がり、はいはいはい、あの繰り返すところ、うん、あの最初に給付があるから、ああ昔だったら怒られてたって怒られ、まあ実際怒られましたけど昔のね現の人が怖いですからね、怖かったですからね。何年ぐらい前から変わったなと思いました。はいはい、あのねこれ名前出しちゃいそうになっちゃったんですけど、うん、いい意味でなんですけど、はいはいはい、まあ、金子飛鳥さんとか、はいはい、例えばずっとクラシックだけで、まあ、皆さんね、もちろん皆さんちゃんとした道を歩んでるんだけど、それだけじゃなくてやっぱロックも聴いてみたいな、ジャズも聴いてみたいな人たちが出てきたあたりからだいぶ変わったかもしれないですね。そうですか、もうそれ90年代とか。そうですね、でもそれぐらいですね。そうですよね、うん、そのやっぱり昔はどうしてもね、そのまあ、弦とかの人たちだとやっぱどうしてもアルバイト的な感覚が、あ、スタジオの仕事かね、うん、でも今は違うじゃないですか。そうですね、割と本当に本気で取り組んでくれてるっていうか。そうですね、うん、でもうこっちが美しいと思うもの、美しかったりこう、うんうん、
グルーヴがあったりするものもちゃんと理解してくれるっていうか、はい、そうですね、理解の幅がまあ広がってるのかもしれないですね、うん、今の方が、うん、それはだからスタジオミュージシャンもそうだし、割とオーケストラの人なんかも、あ、そうですよね、あのなんかオーケの、あ、そうです、うん、お仕事されてて、ね、なんかまあその某アニメのオーケストラ、はいはいはい、コンサートみたいなのをしていただいて、まあで演奏するのはね、うん、あのクラシックのオーケストラなんでも、うん、あ、ここでまた俺ボロカスボコボコにされるのかなと思ってそのトラウマ的なトラウマがあって、どうしてもそれがね全然そうじゃなくて、本当にもう真剣に取り組んでくる。でもなんかそうですよね、あの時代がなんか変わって、うん、そういう取り組み方とかもなんか違うのかもしれないですね。全然違いますね、昔とはね、うん、これなんかでも本当にあの最後のあそこはかっこいいですもんね、みんな同じリズムで16分9分が頭にあるって地獄のまああれでもぴったり合ってるからこんだけこうなんかこう、ね、高まりがありますもんね、うん、やっぱもうね、最初に初見でバッて弾いていただいた時からもう全然合ってましたからね。あ、そうですよね、それがやっぱもう昔話はでもいいんですけど、その昔とだいぶ違うなっていう感じはありますね。だいたいこうああいう劇場で撮るときって私はもう3回って、はい、決めていて、うん、1回目弾いてもらって、うん、で、シャフの間違いとか音の間違いとか、はい、まあ一応そのチェックして、うん、2回目で、ちょっと慣れてもらって、うん、まあ表現のこととかは2回目で言って、うん、で3回目で撮るっていう、はい、で大体もうそのペースこれとか全部撮れてましたもんね、うん、そうですね、うん、もう本当にそうですね。でどうしても気になるところだけちょっとそこだけ撮るみたいな、うん、でやっぱ結構細かいね、その難しいじゃないですか、うん、そうですよね僕がだってスタジオ呼ばれてはいって忘れてできませんってなっちゃうのを皆さん軽々やってるからなんかそうですよね、でももう初見力とかそういうのが素晴らしいですね、初見力、リズムそうですね、あと理解、そうなんです、解釈が、うん、それがすごいんですよね。そうですよね、で、あ、ちょっと違うんですよね、こうですって言ったら、あ、なるほどなるほどって、うん、なんかすぐ方向も変えてくれるし、で、結構あの知り合いなんかもあ、そうなんですけど宅録してたりするじゃないですか、家で、あ、はいはいはい、なんかロックビートに合わせて、はい、なんかバイオリン弾いたり、はい、チェロ弾いたりしてる人もすごく多いじゃないですか、はい、多いです、最近本当に多いですよ ね、 多いですよね、はい、もうなんかそういう特にコロナになってからはそういうのがさらに増えましたよね、うん、そうですね、スタジオ行かないって行かないスタジオミュージシャンみたいな人も最近はいますよね。まあそうですね、うん、うん、そのリモートで家で、そうですね、撮る、うん、結構だからストリング、まあ、僕は実際にストリングスとかでそれやったことないですけど、結構バラバラに家で撮ってみたいな。あ、そう、そういう人いますよね。でもう本当にだからそのマイク変えましたみたいなコントロバスの人もなんか家でコントロバス入れて、はいはいはい、でそれがストリングスとしていいか悪いかを、まあ、置いとくとしても、はい、まあいろいろそのそれに対する知識みたいなのが必要なわけじゃないですか。そうですよね、うん、取り方とかもちょっと研究されるでしょうし、うん、ね、そうなんですよ ね、 ね、そこ大きいなと思って、うん、なんかやっぱこうああいう DTM もいろいろ弊害とかあると思うんですけど、うん、そのやっぱり全体を知れるっていうか、そうですね、うん、でなんかミックスなんかしてるとやっぱ本当に全体を考えないとできないわけだから、うんうん、なんかそういうのはまあ、大きいですよね、まあ、自分もそうなんですけど、そうですね、そういうのやり始めた頃初めてこう全体が分かったみたいなのがある、うん、確かに結構でもあのなかなかね人が集まれないみたいな時期とかもあったけど、うん、やっぱりあのスタジオでみんなに音出すっていうのはいかにも素晴らしいことかっていうのを、いや素晴らしいです、もうなんか
いやーもうあれ変えがたいですよね。ほんに何者にも、もうそこから始まってそこに終わるみたいなのがありますよね。そうですよね。うん、最初にその集まってなんか音出ししてで撮れた瞬間みたいなのもうなんかいいも言われるし、なんかこう幸せが本当にそう、そのためにやってると言っても過言ではないっていう、うん、最初に音出した時の高揚感が、そうですね、で撮れた後のよかったっていう気持ちも、うん、もう何回やってもあの気持ち変わらないですよね。本当そう、本当そうです、本当そうです、うん、なんかやっぱりあの合奏っていうか、うん、アンサンブルの素晴らしさみたいなのを、うん、なんか本当身に染みるというか、うん、本当そうですね、うん、なんか集まれない時期があったからこそってことかもしれないです、ね、やっぱあれ、あのみんなこう合わさった感じは何にも変えられないっていうか、そのあの倍音の感じっていうか、そうですね、あれって他で体験できないですよね。できないですよね。で、あのそうなんですよ、だからなんかあの一人一人とって、うん、理論上はね、うん、そうですね、うまくいくんですけど、うん、でもなんかやっぱりちょっとなんて、なんだろう、この見さされない感みたいな、うん、とこありますよね。非常にあります。それは単にみんなじゃないから寂しいとかじゃなくて本当に音がやっぱり違うなっていう感じがしますよね。それはあります。本当坂の秘密に流れてたんですけども、はいはい、最後燃えるシーンでこの曲が流れて鳥肌立ちましたちょっとなんかね、だからすごい、なんていうの、ものすごく広い世界を、あの音楽があることによってものすごく広い世界に感じる、感じるんです。ものすごい奥行きっていうか、嬉しい、うん、これぞ映像音楽だっていう感じですあれ本当にそのテーマ一つなんですよね、うんうん、最初のあの、うん、あれをしつこくしつこくずっとやり続けてて、うん、でいろんなあのなんか違う落ち着き途中で しつつどんどん行って最後あそこまで行くみたいな、だそのな、いし、なん、一見何も起こってないみたいな、うんうん、なるほど、で気がついたらえこんな盛り上がってたみたいな感じになるのが、うんうん、まあ一番理想的だなと思ってて、うん、なるほど、もうまさにそんな感じですね。まああの少年というか、うん、あの秘密を抱えてこう 最後降下しちゃうっていう、うんうん、あの火をつけるまでってなんかまさにそういうことかなと思って、うんうん、なんかいつの間にかもうこうなってるみたいな、うん、あ、なるほど、ね、なんかまあ、そういう感じですよね。でなんかねこうあとねブリティッシュ感感じるんです。いや感じました。感じるんですよ。乾いてるから。そうなんていうのかな、まあ、だからこ例えばこの曲がまあ他の国のなんか、はいはい、映画についてたとしたら、はい、まあハリウッドもあり得るんですけど、はい、
なんかでもねやっぱりもうちょっとハリウッドじゃなくてもうちょっとブリティッシュっていうかイギリスもうなんかね曲から感じるんですね、ブリティッシュ感が。そうなんですかね、うん、あんまり意識 してないんですけど、うん、なんかでも香りがこう、あ、そういうもんですかね、そのなんて言ったろう、そのこうだ組み合わせ方がこうね、あ、はいはいはい、ブリティッシュっぽいんですよすごいで適当な、適当じゃない、あのいあアバウトなこと言ってますけど、いやでもそうかもしれないですね、うん、なるべく少ないものでこうするっていうのはなんかある意味ブリティッシュかもしれないですよね、うん、であんまり甘くしないっていうのもありますね、うん、狂気の触れ方が、ああそうね、うん、ちょっとブリティッシュっぽい感じ、そうか、うん、そのなんかブリティッシュの方には悪いんですけど、ブリティッシュの独特の狂気みたいなのがあって、やっぱパンクロックなんかもそうだと思うんですけど、あ、確かに、うん、あのありますよね、その、うん、そのなんかマッドネスというか、そうなんです、うん、あるんです、あると思うんです、やっぱりそれなんかその貴族社会とも関係あるような気もするし、そうですよねまあ貴族はまあ暇だからもうよからぬ研究とかたくさんしてるじゃないですかそうですよね確かになんか それがね、なぜそうアメリカハリウッドとかアメリカにいないかなって言うと、うん、その狂気の感じっていうか、あーちょっと違うのかもしれないですね、そこはね、うんですよね、うん、なんかでも途中ちょっとやっぱりハーモニー遊びたくなるじゃないですか、うんうん、いかにこういつの間にか盛り上がってるドライな感じにを目指してたとしても、なんかやっぱ途中ちょっと何かしたいみたいなのが、うん、うずうずしてるのがちょっと途中挟まるんですけど、うんうん、まあ、それもなんか監督が面白がってくれたっていうのが良かったな、うんうん、本当なんかもうね鳥肌立ちますね、あ、嬉しいです、特に映像と一緒になったらあーってこう、もう曲だけももちろんあの全然感動したんですけど、でも燃えてるところがね、うん、ちょっとすごい衝撃の映像というか、うん、なんかそうですよね、本当、うん、あれは本当にもうか、もう全部の映像の中で音とあの音と映像が一緒にこう蘇る感じがなんかすごい好きですね、 ありがとうございます、これも面白い話でしたね、いやかなり面白いですね、谷崎潤さん、うん、まあ、谷崎、そうですね、谷崎どれも面白いですけど、かなりこれもなんか大敗色、うん、そうですね、うん、官能と大敗、いや本当にデカダンス、まあ本当にその通りなんかそのお話をピックアップするセンスというか、これをやろうって思われたっていうのはすごいなと思います。すごいですよ、ね、だそれこそもうちょっと、まあ、忖度みたいな話もしましたけど、うん、さっき普通これだったらあの企画がボツるだろうなみたいな忖度なしで制作の方も言ったみたいな、そうですよね、それ感じますよねこれはもう本当にあのここは譲れませんっていう意思を感じますよね、うんうん、ですね、本当なんか折り合いつけるのも大事みたいな話ちょっとさっきありましたけど、うん、なんかそのなんか譲れないっていうのもなんかそのそうですね、持ってないと本当に、うん、あのなんでもいいんだなって感じになって、うん、結局そういう音に現れてしまうんですよね、そうなんですよ、だからそれを長年繰り返しちゃうとやっぱりなんかそう自分の美意識みたいなものがどっかに置き去りになっちゃうのが怖いですよね、そうですよね、うん、そこはやっぱりあのなんかまあ守った方がいいのかもしれないですよね、うん、まあ、それはそれで大変なんですけど、守るのもね、守るのも大変ですけど、まあ、ちょっと この辺にはちょっと隠し持ってたいなっていうのはそうですねありますね、本当はこっちの方が、うん、こういう解釈って私は聞いてたんですよ、うん、みたいなことも、うん、まあ
言えるタイミングがあれば言った方がいいですよね、うん、そういうお話でしながら、うん、あの打ち合わせできるのが、うん、本当は一番いいんですよね。まあ、でも本当文豪少年は本当にでも自分の美意識みたいなものをこう出せる、出して、出せたっていう感じはありますけど。そうですよね、うん、なんか割とその辺はおおらかというか本当に寛容的な、うんうん、はい、ありがたいですよね。本当にありがたいです、うん、なんかこういうなかなかあの何でもやっていいみたいな感じですいや本当になかなかないんです。そうないですよね。そうか、で終わってからそうか、あそこあれここまで行けばよかったなってちょっと思ったりもして、あそうですよね、あこうなるんだったらもっとやってもよかったなとか、そう遠慮してた、まあちょっと、まあ、だから長年の忖度生活がたたって忖度生活そうあの通すことも大事なんで、その時間とのね戦いで本当にそうです。だからどうしてもちょっと気使うみたいなとこはあるけど、うん、でも本当はあのもっとグッと言っていいのかもね。本当にだからもう本当に文豪さんにやらせていただいて、そういう自分を久々にこうなんかこうバッ見てって俺の美意識バッみたいな、まあ、ここまでいかなかった、まあ、これぐらいでな感じなんですけどはいはいはい、でもいやよかったです、そう思っていただけて、本当にそう言ってみて本当にいい経験させていただいて、よかったですよ。